一円丸ポータルサイトレポーターの松かなです。今日はですねこちらなんとサーキット場に来ています。こちらはドライビングパレットナスというところでなんですね。で今日こちらで行われるイベントは140アカデミートライアルというね、です140センチ以上の方が誰でも車に乗れてしまうというねイベントに参加します。どんな子供たち親子に会えるのかすごく楽しみです。それでは今日も元気に行ってみましょう。何歳ですか？今9歳で、今年で10歳。お父様もやっぱり好きなんですか？好きです。車好き。車、はい、そう。今日じゃあどんなあれ意気込みなんかちょっと、せーの、頑張るぞー頑張ってね、応援してます。今日の目標とかはなんかあるんですか？今日は楽しく、一本切り頑張って西野君の助手席に座ってね。あ、助手席じゃないですか？タイムの良かった乗員者から、はい、あのデモカーの助手席に乗せていただいて、はい、ドリフト走行していただくんですけど。あ、そうなんですね。頑張ってね、応援してますので。ありがとうございます。あおいちゃん自分から行きたいって、はい、あ、そうなんだ、はい、すごい。カメラに向かって頑張るぞー、せーの、頑張るぞー、あらーカローラ栃木プレゼンツ140AT 開幕でございます。ありがとうございます。イエローカード2枚で開場ですねあれ私もね、イエローカード先生が退場しちゃうとやばいけど、でも本当に何かレッドカードで帰ってくださいってことになっちゃう。ちょっとそこは注意して、ください。何か皆さん質問ありますか？はい、どうぞ。GIS を使うって言ってましたけど、うん、はい、スペック違うんですか？GIS はあの4駆のハイパワーのやつと、そう、RZ と RC、 RS ね、オートマの RS っていうのは、トップさんはオートマの RS、 パワーのあまりないとお使います。13歳、今日は初めて参加ですか？はい。ちょっとどんな気持ちですかこれ？いや、緊張してます。緊張する。車は好きですか？あ、めっちゃ好きです。あ、好きな方がすごい速くなりそうなねすごいね、なんかドライバーになりそうなお母さんも好きなんですか車？そうですね、昔。あ、昔、いいですね。でも中学生でなかなか運転できないもんね。だからやすごい貴重なイベントだ。貴重です。今日はどちらからあるの？神奈川。神奈川から朝から？いや、泊まりで。泊まりで、すごい。かっこいい。いや、本当好きなんだね。あ、そうですね。すごい。将来は車関係ですか？そうです。ああ、そっちの方ね。いけるよ。いや、頑張ってもちょっと楽しみにしてます。緊張してるけど、楽しみもある？そうだよね。今日5番だね。小学生クラス5番です。音楽やってるんですか？おじいちゃん？すごーい。カーボン調。そうだね。すごいね。いろいろ。じゃあ音楽もやって、そしたら車も買って、そしたらまたドライブに那須に来てくれるかな？多分来るはず。ねえ、そうだよ。かっこいい車乗ってさ、那須ドライブ来てママの隣に乗せてね。いいですね。そんなことない。緊張してますか？やめてください。あ、いた。ピース、ピース、ピース。今からミニコースの練習しまーす。イエーイ。そう、行きたいところのパイロンを見ようね、できるだけね。
そう、行きたい方向に行けば車はそっちに行くから。はい、これぶつかる方向に行くとね、ぶつかる方行っちゃうんだ車な。いいね、車幅感覚も結構いい感じ感じます。こういいね、いい感じにこうパイロンに近いからね、うん、ハンドルのね回し方すごいいいね。カクンカクンしないもんね。お父さんとかお母さん車好きなの？ああ、そうなの。ここに来たりしてる？走ってたりする？いや、走ってたりは。あ、走ってたりしない。でも喋れるぐらい余裕じゃん。コースは普通コース、普通コースで丸々1分ということですね。車は自転車のことわからないし、自転車は車のことわからないって言ってくるでしょうから、それ安全面でも重要だと思います。めちゃくちゃ楽しかったです。お父さんは好きなんですか車？そうですね、私も元々車好きなんで、うん、あー、そうなんです。この悪い影響を受けて、あらら、いやいや、3年、あれ、弟くんは今日は車大好き、サッカー、じゃあもうちょっとね、あれだね、140センチになったら、あれか、今からやりたい、今からやりたい、うん、そうだよね、うん、どうでしたか？楽しかったし、楽しかった、思った以上にアクアが早かった、うん、早かった、緊張した、緊張した、楽しかった、楽しかった、面白いです、面白い、そっか、今日はお友達のね、あれで、お母様もね、どうでしたって見てて、あのね、いや、綺麗に、丁寧に乗れてたと思います。あ、乗れてた、丁寧に乗れてたって、いや、嬉しい、あー、すごいね、すごい、スムーズすぎて、もうなんか、いやー、楽しかった、あの、面白かったです。あー、2本ともね、最高の走りでした。どうでした、2本走って、目標達成できた。あー、おめでとうございますね。なんか走ってみて実際どうですか？楽しかったね。あなたら、今日は愛知の方から、はい、いらしたんですね。今日はどうでした、運転してみて。うん、前回と同じように、うん、前回も、今日何回目なんですか？2回目。あ、2回目なんですね。将来はじゃあ車彼に、あ、彼に、どうぞ。かった、10分以上タイムアップしたね。お、すごいじゃん。ミスせずに、あら、嬉しい。これからが楽しみですね。そうですね。また2本走ってみてどうでしたか？早かった、もっと緊張に、そっかね、お父さんからは頑張ったね、素晴らしい。初めてでしょ。すごいよね。いやー、悔しいです。いやー、そっか、でもその悔しさがね、バネになるんだよね。安全運転はできたから。あ、いやー、緊張したけど、うん、やりきれます。やりきれます。運転、ハマっちゃうね。どういう感じがいい？ドリフト、ドリフトがいい。なんかジェットコースターみたいで楽しい。おお、すごかったですね。いかがでしたか？楽しい、楽しい、すごい、遠心力がやばい、遠心力がね、窓か、どうでしたか？最高でした。どうでしたか？はい、好きです、好きです、好きです。おめでとうございます。はい、改めまして西野陽平選手に来ていただきました、はい、ありがとうございます。こんにちは、西野陽平です。今日一日楽しくイベントを盛り上げました、はい、ありがとうございます。今日どうでしたか？そうですね、はい、あの、子供たちに楽しく一日走りましたし、 それ以上に私も一日楽しく西野選手の一番私が楽しく走りました。ありがとうございます。大人の楽しむ姿がね、いいですね、そうですね、大人が楽しく走ってるのを子供が見て、はい、あの、いいな、車っていいなっていうのを知ってもらえると、そうですね、いい、140AT っていうのは、はい、何年、今日何回目なんですか？今日何回目でしょう、8年目、7年目か8年目ぐらいで、年3回から5回ぐらいやってるんで、もう
20回ぐらいやってるかな。20回ぐらい。そうですね。ねえ、だってやっぱり昔やってた子が、はい、ね、もうプロというかね、なってる子も。そうですね。もう免許取って、うん、あのモータースポーツジムカーナーとかやってたりする子もいるし、はい、今日はインストラクターでサルタっていう。サルタさんね。日音丸卒業生として昔。日本マレーキーで練習した子が免許を取って社会人になって、はい、インストラクターとして先生としてこっちに戻ってきてくれたので、はい、とてもいい日でした。この日本マレー AT を通して西野さんこれからどんなことを伝えていきたいですかね。はい、はい、そうですね、はい、あの栃木県そして全国の車好きの子どもたちに、はい、車の運転の楽しさをもっと知ってもらって、もっと車好きになってもらって、お友達にもこんなことを、こんな楽しい車のイベントあるんだっていうのを知ってもらって、車好きがもっと増えてより良い車社会になってくれることを願っています。ありがとうございました。もう本当に楽しかったです。今日は、はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、では今日一日ありがとうございました。新潟 GR86 で松川さんを乗せて、はい、デモライン行ってみたいと思います。行きましょう、レッツゴー。 ありがとうございます。